今10月1日金曜日の午後6時57分で、今ちょっと感激することがあったんですけど、ある配信アプリで見てたライブで、たまたま今ライブ配信やってる途中から参加したら、なんか車椅子の人をお店に呼ぶときにどうしようかっていう話をしてて、ちょっと話の脈絡を知らなくて、それまでの話を知らなかったんだけど、車椅子ですって言って、でナイスをしましたって言ったら、ありがとうナイスって、車椅子の人ってさどうしてんのって言われて、飲食店は入るの諦めますって言ったら、ああ諦める、なるほどねみたいな感じで話拾ってくれて、めちゃくちゃ感激しました。もうその配信者の人、私よりも10歳年下なのに、お店経営しようと思って、その夢に向かってお金貯めたり、お店の開店準備したりして、すごい頑張ってて、で、なおかつ、足が悪い人がいたら、普通そんなことまで考えないと思うのに、お店にどうやって担ぎ込もうかって、お店にどうやって連れて行こうかって考えてくれてて、もうめちゃくちゃ優しい人なんだなと思って、ますますファンになりました。